エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、ライブ10のイントロってという話ですね。まあ、基本的な、スペックの話になります。まずそうですね、公式ページだとこちらに、イントロスイート、あ、ごめんなさい、イントロスタンダードスイートの3つのエディションの比較表、こっちに、購入ページですねが準備されています。こっちが、比較表ですね。でここの今すぐ購入を押すとここに飛んで、価格とかが確認できますよというページに飛びます。まあ、単純に言うとイントロ、エイブルトン公式の、説明を借りるんであれば、ライブの主要機能を求めやすい価格でというものに、エディションに位置付けられています。ですね、もっと簡単に言うと入門者用と思ってもらっていいと思います。ライトが、ライブライトがですね、いわゆるオーディオインターフェースなど音楽機材のバンドル品として入手できるライブライトが、もよりもちょっと機能が多いですね。なのでライブライトが、まあそうですね、入門者用の一歩手前ぐらい、DAW に、いわゆる音楽制作ソフトに慣れていない人、初めて触れる人、あるいはエイブルトンライブってどんなものなんだろうっていうものをちょっとだけ確かめてみた人には、ライブライトは、まあ、必要十分な機能だと思いますが、もう一歩踏み込んでちょっと作り込むということをしてみたいという人は、イントロから購入するというのも一つの、手といいますか、まあ僕的にはおすすめするルートであります。その後アップグレードしていけばいいと思っているのでね、僕の場合は、まあもちろんフル機能が入った、30日限定の体験版というのもダウンロードできるんですが、あれはもう完全フル機能がなので、まあ、スイートなんですよね。じゃあイントロにしたらまあどれぐらいなもんなのかなっていうことを、まあ、ちょっと確かめてみようかなと。今言った通りスイートに関しては30日間無料限定版ですね。どっかに公式サイトがあるはず、ライブを体験、これですね。ここからダウンロードすることができます。ライブ10スイートの全機能を使用できます。まあ、ただ30日間の無償体験版なので、30日を過ぎると使えなくなってしまいますね。でまあ、じゃあイントロスイートを買うにはちょっと、お財布的にも価格的にもちょっと二の足を踏むなんていう場合にはイントロから始めるというのも一つの手です。まあ、価格これだけ差がありますんでね、まあ、価格だけ見たら高く感じるかもしれませんが、内容的には別に高いものではないとは僕は思ってるんですけれども、まあ現実問題としてね、そんなポンと初めて使うよっていう人からすると、まあ、ちょっと敷居高く感じることがあるかもしれません。それは、否めません。僕も最初そうだったのでその気持ちはわかります。はい、じゃあまあイントロどれぐらい使えるのかの話に入ります。まずイントロ全部で16トラック使えます。全部でというのはオーディオトラックとミディトラック、合わせて16トラックです。なのでオーディオで15トラック使った場合はミディトラックは1つだけってことですね。ミディトラックを16個使ってしまったらオーディオトラックはもう作れませんという考え方になります。トラックの総数が16です。まあ、16あったらどれぐらいできるのかなという考え方になりますが、ちょっとした、まあそうですね、3ピースで、まあ、3ピースもあるいは4ピースでボーカル、ギター、ベース、ドラムのレコーディングを、簡単に処理するぐらいまでは、16あれば、まあ、ギリ足りるかなと。8トラックでドラムを使って、ベースで1、2本、ベースで2本で10、2本使ったとして10本。あとの 6トラックでギターとボーカルと、まあ、コーラスを取れるかな、ギリギリぐらいですかね。もうちょっとうまく使えば、
まあ、問題なく事足りるトラックの数だと思います。16トラックの MTR でうまくやりくりしてたことを考えれば、編集も、ミスのところを直す、ちょっとしたパンチインみたいなことも、DAW の場合は、MTR より簡単にできますんでね。それを考えると MTR よりもはるかに楽なので、16トラックあればまあ十分かなという考え方もできます。もちろん作り込む人、 DJ だったり、作曲みたいな人を、作曲家になりたい、あるいはトラックメーカーやミュージックメーカーになりたいという人にからすると、16はまあちょっと足りないかなとは思いますが、入門用としては十分な機能を備えていると言っていいと思います。でもう一つ、セッションビューのですね、エイブルトンライブ独特のこの画面、セッションビューは8シーンまで、横列が8列までということになります。9列目以降は、使うことができません。なので、そうですね、もうシーン、トラック DJ や、ライブパフォーマーで例えばそう、プッシュだったり、ラウンジパッドプロだったり、ああいうのでうまく組み合わせてバシバシにリアルタイムで DJ っぽいこと、 DJ のようなパフォーマンスをしたいんだっていう場合には、ちょっと8トラだと物足りなくなるかもしれませんが、8トラじゃなくてごめんなさい、8シーンだと物足りなくなるかもしれませんが、8シーンを使いこなせない人が16シーンを使えるかっていうと、まあ言わずもがななとこはあると思うので、言った通りこうですね、入門者用として、十分な、スペックを備えていると思って、間違いはないと思います。ただライブライトの時もそうだったんですが、どうだったかな、これですね、エクスターナルインストゥルメント、外部ハードウェアシンセをライブセットに統合するツールです。簡単に言うと、外付けのハードウェアシンセ、ハードウェアっていうのはその形として、機械として存在しているシンセサイザーですね。プラグインや音源としてライブに入っているわけではなく、外付けとして、使うシンセといいますか、ハード機器を、エクスターナルインストゥルメントを使うと、簡単に扱うことができるのですが、これはイントロには入ってません。ここのですね、このイントロはこの列です。この、薄緑といいますか、この縦列ですね、これに入にバツがついているので、イントロでは使えません。バシバシにハード機器を使いたい、あるいは、プラグインですね、ドラム音源だったり、ベース音源だったり、プラグインを使って、さらにそれをハードウェア、いわゆるランチパッドも含みます。こういうの場合はプッシュとか、ああいうのにこううまくアサインサクサクしたいんだけどっていう時には、エクスターナルインストゥルメントがあると非常に、楽にはなるんですが、それが残念ながら入っていないので、できないわけじゃないんですが、簡単さと柔軟さはちょっと足りてないよっていうところですね。使えないわけじゃないですよ、プッシュも、その外付けハード機器も使えないわけじゃないけどもっていうところです。でさらにですね、こちら今イントロのに入ってる音源とエフェクトの一覧をこちらに作ってみました。僕は使っているのがスイートなので、あくまでなっていますが仮想環境的なことになってしまうんですが、これだけ入っています。エフェクト、アルペジエ、これミディエフェクトですね。アルペジエータ、ミディエフェクト、オーディエフェクトラック、これもオーディエフェクトですね。ビートリピートも入ってますね。さらに音源というかパック素材だと、チョップ&スイングとループマスターズミックステープ。で、コアライブラリーも当然入っているので、この中にもサンプル素材は入っています。ループ素材とかですね。なので、ちょこっとバンドでこういう曲やりたいんだけどって
最初の何て言いますか、スケッチ段階、ラフスケッチの段階の曲を持っていくのに、ライブイントロを使いたいと思ってるんであれば、十分対応可能です。僕がよくやるセッションビュー、ここに、例えばドラムパターンをパックから持ってきて入れて、にトラック2にコード進行を入れて、まあ、ギターの弾き語りみたいなことをやって、3トラックにボーカルを重ねるなんていうことも十分可能です。でさらにそれを補正するエフェクト、 EQ であれば EQ3、コンプレッサーも入っています。ちょっとしたコーラスや、そうですね、ディレイなんかも入っているので、リミッターも入ってますね、入っているので、バンドメンバーに聴かせる、あるいはまあその自分の曲としてストックを続けるなんていう段階であれば十分使えます。ただまあ悲しいかな、 EQ がですね3しか入っていない、 EQ3 というのはですね、ちょっと見せた方が早いかな、よいしょ、 EQ3 こんな感じですね。でもう一個僕が普段使うのは EQ8 の方です、こっちの方です。 EQ3 は3バンド、帯域が3つ、8の方は8、最大で8、こんな感じです。でさらに、ステレオだったり LR だったり MS だったりが使えますね。それに比べると EQ3 の場合は3つです。ただこれ3が使えないっていうわけじゃなくてですね、 DJ のような、例えば曲 A と曲 B をつなげる、あるいは重ねるなんていう、まあ、例えばマッシュアップみたいな使い方をするときにこれはかなり使えます。もうこれのローを削ると本当にローが綺麗になくなったりとか、もちろん元の曲によりますよ、いじる曲によりますが綺麗になくなったりとか、ハイはハイで綺麗に高音域が消えたり、でさらにこのフリーケンシーでうまいこと、フリーケンシーっていうのはそのハイどこ、ハイ超高音域なのかミッド寄りの高音域なのかですね、ローも同じことですね、超低音かミッド寄りの低音域か、ここで調整することによって、より綺麗に曲の、高音域、低音域、あるいは中音域を、カット、あるいは増減増幅させることもできます。なので EQ3 自体は、非常に使えますね。ただミックスとか、曲を最終的に作品と仕上げる場合には、まあ、ちょっと3ではちょっと力足らずかなというのは否めないところです。ですがこれですね、 VST およびオーディオユニッツ、まあ、通称 AU とかって訳されたりしますね、に対応している、いやプラグインに対応しているので、自分がすでに持っているプラグインが VST あるいは AU だった場合、それをライトに読み込ませて、プラグインですね、ライトに読み込ませて使うことが可能です。なのでいや EQ は EQ で持ってるから3があれば十分だよという場合は、3があれば十分だよという場合はプラグインを使ってその EQ 関する処理は、なんて言いますかね、より高機能に行うことも可能です。もちろん同様にプラグインで使える形式の VST あるいは AU 形式のプラグインであればコンプだろうが何だろうが使うことが可能です。なのでプラグインをもし豊富に持ってるのであれば、その辺を気にせずに、よいしょ、この辺を気にせずにエフェクトの量とか、量といいますか種類ですね、気にせずに、使いこなすこともできると思います。ただここに書いてある通りオーディオとミディトラック、イントロは16です、シーンは8、センドトラックとリターントラックも2になります。センドリターンをどれだけ使いこなすかは人によるとは思いますが、まあある程度曲作りがの技術が上がってくると2つだとしんどくなるかなというのが正直なところではあります。じゃあ最初からスタンダード買ったらいいのかと言いますとですね、まあ、それは人それぞれだよって言ってしまうしか他ないんですが、僕の場合は、機能限定その体験版を使って次に、イントロを買って、
取ろうかって、で次にスタンダードにして最終的にスイートにしたというアップグレードのこうまあ綺麗にアップグレードしていったタイプなので、それに関して不満はないです。イントロで事足りなくなったからスタンダードを考えた、スタンダードで事足りなくなったからスイートを考えたというタイプですね。考えたというか、アップグレードしたというタイプです。なので、もちろんそういう方法が肌に合う方はアップグレードで十分だと思います。あとエブトンライブならではと言いますと気になるところがですね、一つあるかもしれません。このシンプラーですね。シンプラーというのは、シンプラーというのはこれですね、こういう感じのものです。要は本当にシンプルなサンプラーです。サンプラーではないですよ。シンプラーで合ってますからね。ここ I です。サンプラーはここ A ですけどね、シンプラーで合ってますね。でシンプラーは何なのかというとですね、非常に、サンプラーの中でもよく使う機能を、抽出したような、ピックアップしてまとめてしまったような、デバイスになるんですが、これがまあよく使えます。単純にもっと言うとドラムラックにもこのシンプラーが組み込まれてるんですよね。なので、まあ、単純にちょっとまあそうですね、例としてやってみると、サンプルズループドラムループこれかな、ちょっとどれでもいいので落としてみますね。ドラッグ&ドロップでこのウィンドウに行きます。でこれがクラシックと呼ばれる、シンプルなシンプラーの中でもシンプルなものです。でさらにワンショット、これが打楽器系には、適してるってやつですね。でさらにスライス、これですね、まあ、使いたくなるのはこのスライスというのを使うと、見ての通りこのオレンジの縦線が入りますが、音の立ち上がり部分をエイブルトンライブが認識してこう自動的にスライスしてくれます。切り刻んでくれるんですね。でもちろん自動的が嫌だった場合にはこのマニュアルというモードも選べます。他に、ビート拍ですね、ここで調整できますね。16分の1で切り刻んで欲しかったら16分の1でひたすら切り刻んでくれるというモードがあります。これは何に使えるかというと、このドラムパターンを分解して単純にブレイクビーツをもう一回作り、ブレイクビーツを作り上げるって言い方で合ってますかね。ブレイクビーツとしてドラムを分解して好きな音のドラムループフレーズを自分の好みのドラムパターンを作り上げるために使うとかいう方法もあります。試しにちょっとやってみるとこうですね、こんな感じで分解された音が鳴りますね。でこれをもう一回組み合わせて自分好みのドラムパターン、ビートパターンを作り上げるというのにこのシンプラーは非常に適しています。これがもし使ってみたいという人は、これライトでもシンプラーは入っているので、エブルトンオーディオインターフェースを買ってシンプラー、あるいはすでにオーディオインターフェースを持っているんであればイントロを買ってシンプラーを試すという手も全然あると思いますので、こちらもちょっと補足情報としてお伝えしておきます。さて、まあ、こんな感じですね。あくまでライブ入門者用という感覚の扱いになってしまうので、イントロはですね、これ結構でも僕イントロでも1年ぐらい遊んでたんですよね。遊んでたというか曲作ったりしてて、使い方を覚えた上でスタンダードにアップグレードした記憶があるので、イントロを使ってみて足りなくなったらスタンダードというのが、あるいはスイートというのがまあおすすめというかいいとこかんじゃないかなと思います。今日はここまでです。ライブってイントロってという話を今日はしました。良い音楽ライフを。